将来的に AI に仕事が奪われてしまった場合、どうやって収入を得て生活をしていけばいいでしょうか。AI を使って仕事をすればいいだけだと思います。例えば、フォトショップっていうので、すごく作業が楽になりました。で、それはフォトショップをみんなが使えばよくて、で、カメラマンの仕事って結構減ってるんですよ。みんなスマホで撮ればいいじゃんってなっちゃったんで、なので、そのスマホで撮って文章を書いてっていうのを、なので今、ライターさんって、自分でスマホで写真撮って自分で文章を書いてってなるんですよね。なので、カメラマンとして食える人っていうのは結構少なくなってるんですけど、っていう感じでもうスマホでいいじゃんとか、なんかその別にファックスとかなくてもメールでいいじゃんとか、ハンコとかなくてもいいじゃんみたいなので、割とその社会っていろんな新しいものができて、いろんな仕事がなくなるっていうのがあるんですけど、新しいツールができたら、その新しいツールを使って稼げばいいんじゃないのっていう話だと思うんですけど。